じゃあ今日は家事ヤロウで紹介されましたこちらのカラムーチョと人参のこれは何ですか？おつまみを今から作りたいと思います。ではまずは人参の皮を剥きます。はい、できました。そしてこのこれは、ね、すり器ですか、千切り器で今から人参をすっていきます。はい、でこのようなこれは千切りですかねになります。はい、じゃあカラムーチョ見えないけどカラムーチョをこの中にまぶしていきます。はい、それにマヨネーズ、ちょっと電気が暗くなったから見えづらいけどごめんなさい。いいです。ブラックペッパー見えないけどブラックペッパーを入れます。そしてあとはチャンプルーします。人参がシャキシャキしとるのとカラムーチョのねシャキシャキ具合がちょうどいいバランスだ。めっちゃうまい。そんなに入れなくてもうん、あ、うまいこれ。いくらでも食べれるんですけど、うんうん、あ、うまい。これはぜひ皆さんお試しください。めっちゃうまい。カラムーチョと人参の簡単料理でした。終わり。